アクティブスローライフ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、米ぬかを夏野菜の周りにまいていきます。というのもですね、ちょっと夏野菜植えて1ヶ月ぐらい経ったんですけど、なかなか育たない、めちゃくちゃ小さくて心配だったんですね。それで、農業に詳しい人とかに聞いたりしたら、そもそもちょっと栄養をあげないと育たないということに気づきまして、で僕たちは自然農法として、この米ぬかを精米所から頂いてきて、これを周りにまいていきたいと思います。で、大体一握りですね、農家さんに聞いたら大体一握りをこの周りにまいていく感じになります。あまり直接根元とかにまいちゃうと、ちょっと肥料の上げすぎになる可能性があるので、こういうふうに周りにまいていきます。で、雨の日の前日にやるといいらしいです。っていうのもですね、この米ぬかが肥料として土に浸透するのは、その雨の日、雨が降ってその影響で土の中に浸透するらしいので、でちょうど明日の天気予報は雨なので、そうですよね、ちょっと僕らも農業初心者でどうやればいいか試行錯誤のまんまやってて、基本的に自然農法ということでほったらかしを目標にやってたんですけど、やっぱさすがに肥料をあげないっていうのは人間で言うと、ご飯をあげられるのと同じらしいので。ちょっとそれはさすがに育たないんじゃないかということが分かりました。やばい、乗っかっちゃった。なんか米ぬかって油分が多くて水をはじく性質があるので、虫が住みかにしやすいらしくて、で今僕米ぬか 100% で撒いてるんですけど、これ本当だったら何か他の、油かすだったりと混ぜて1ヶ月間発酵させた後に撒くのが本当はいいらしいです。こうやってピーマンの周りを円を描くように米ぬかを撒いていきます。そして明日雨が降るので、その雨に溶けてこの米ぬかが土に吸収されるというわけですね。パルメサンチーズ巻いてるみたいですね。パルメサンチーズちょっと気が早いですね。トマトに合いますけど。はい、ということで米ぬか全部巻き終わりました。米ぬかはですね、自然農における肥料の代わりをしてくれるものなんですけど、今回米ぬかのみ巻いたんですよね。ただ米ぬかのみ巻いた場合って、ちょっと虫が寄ってきたり、ちょっといろいろと問題があるらしいので、ちょっと今日巻いてみて、明日から雨降るので、降った後1週間後どんな感じになってるかっていうのを様子を見てみたいと思います。ということで、今日は米ぬかを巻くの巻きでした。じゃあねー。アクティブスローライフチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは都会では絶対に見られない面白いスローライフ体験をアクティブに発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた。